さあ早速ねお呼びしたいと思いますが、なんとですね、彼のすごいところっていうのは YouTube、 皆さん知ってますよね。 YouTube でチャンネル登録数がなんと86,000人。すごいでしょ。すごいんですよ。これはあのすごいことなんですよ。まあね、名前をこれから言いますけど、ね、知ってる人は知ってる、知らない人は全く知らない。ですから今日ね、今日を境に覚えていただきたいと思います。そんなね、僕も大好きで、僕の歌もよく歌ってくれております。そしてなんと羨ましいのは澄み切ったこの歌声。もうね、ちょっとね心が洗われます。僕みたいなしゃがれ声だと、わあこんなに綺麗な声の人がいるんだ。私もデビュー当時は綺麗だったんですけど、いつの間にかね酒とタバコでねこんな声になってしまいましたけども、さあ早速ご紹介しましょう。演歌男子しんくんです。はい、はい、待ってます。おー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 、なんと函館から来てくれたんですね。そうなんです、はるばる函館からやってまいりました。それ最初出る時よりも、はぁーあ、それ聞いたぜ、いやぁすぐこの真似が始まるじゃないですか。ようこそ。ありがとうございます。ね、しかしあのゲストですよ。いやすごくもう緊張しております。本当に光栄です。本当にありがとうございます。今日を境に、まあ、ぜひ彼の歌声にね魅了されてください。その前に今日せっかくね来てくれたんで、はい、俺の歌をね、はい、好きな歌があってね、あるんです、一緒にやろうか。いいですか。いいです。さあ皆さんお待ちかね、この澄み切った声とこのガラガラ声ね、魅力的なお声です。うん、あの天国と地獄みたいな。さあ行きましょうかね。はい、さあまず1曲、はい、行きましょう。お願いします。タイトルは青春の帰り道。お願いします。
し、大丈夫、生きててよかった。これあの弟子に書いたね曲で、カプリコの曲ね、はい、そうなんです。これあの金村ヘルシ君ってね、そうなんです、金村ヘルシ松井康介より多分俺たちの方が良かったと思います。ここまで良かった、この方が作った方がね、歌えば一番いいですから、ね、はい、さあこれだけじゃないでしょう、はい、今日はねあのせっかくね函館から来てくれましたスペシャルゲストです、彼の歌をねこの後また歌わせていただいてよろしいですか皆さん、はい、チャンネル登録者数がですね8万6000人突破することができまして本当にありがとうございます。演歌とか歌謡曲とか、あ、見てる方いらっしゃいます、ほとんどの方が見てありがとうございます、嬉しいです。です愛のままで、小鳥たちは何を騒ぐの、誰かと比べ幸せなんていらない、あなたの視線が愛しくあなれば、ああこの世に巡り込めてこの曲を歌わせてもらってます。僕のオリジナルの歌です、聴いてください、函館物語。Thank you.
ていいよ。いやいやいや、とんでもないです。もう精一杯です。もう本当に足が震えるぐらい、ね、ありがとうございます。ジンとくるな。嬉しい言葉ありがとうございます、ね、今日 CD 持ってきました。そうです。いやいやけどもよろしくお願いします。いや、あの、はい、目標10万でしょ。10万人突破を、あと1万4000人応援するあの俺も、うん、ありがとうございます。はい、今日はスペシャルゲストに縁側男子シン君をお迎えしてお届けしました。ありがとう。